それは入っとくけどね。皆さんこんばんは。よし、今日はバミノルムでいいとかね、ボーリンね、ボーリン二股、ボーリン二股の産卵セット組んでいきます。これもスカートだね。うん、そこに引くだけね。おお、あの二股は基本座右目やし、これ、うん、肉薄刃竹、うん、これ使います。肉薄刃ちゅうじゃね、竹は竹ちゅう。これが剥く前で、これが剥いた後、こうなんか綺麗ね。湿気あんまりないね、やっぱり中は。あ、そう、とりあえずこう、よいしょ。日本とも入れる？ん？日本とも。これは日本に出てないかな。やっぱこの発酵臭がすごいね。皮が細かくしてね。うん、分かった。俺のドンバラを打ちたんだよ。俺の方もこれ地味だからね。そうよ、そう、その辺カットやぜ。こう最後にこうあれやん、うん、ちょっとこの材をさ、マットでうま口したのは理由は何やった？うま口じゃないよ。マットでうま口？うん、うん、こううま口したよ、ほら。あ、それ金を殺しよっちゃう。弱まらんけどね。マジない？あー、おまじない程度やっちゃう。結構金って弱いけんさ。うん、そっちのマットにも菌がいっぱいおるやん。うんうんうん、おるおるおる。違う菌ね。そうそう、その菌で、よいしょ。おまじないけどね。確かに菌はすぐ死ぬね。うん、死ぬ死ぬ。ほんと表面に強すぎたらほら、良くないらしい、菌が。あ、そう、うん、そうやな、卵から怪力ランチューとかそういうことじゃなくて。いや、わからんけどね。これはならざいよ、あんまり加水してないやつね。もうほぼ乾燥状態よね。ほんと1分弱やったよね。うん、そうね。お、それ皮むきにくそう。ならざい、うん、皮むきがもうちょっとだけ、もうちょっと加水したかな。あ、そう。金でも買ってこい。引退させるわけ。うん、引退させる。いや、トゲはいいじゃないですかね。俺らプロやけん、トゲはすっちゃう。うん、いやいやいや、100円で賄えるな。いや、100円は買えるやん。うん、俺が研いだ方がでも100円で買うよ。全然そんな無駄な体力使わんで。よいしょ。うん、もうちょっと加水してくるね、これ。うん、よかった。よいしょ。なんて読める？モニター越しに読める。はい、次は何？瓦炊き。瓦炊き。黒瓦っぽいね、なんか。黒っぽいね。材高いよね。そうね、5000円以上したね。全部ね、送料込み。いや、5000円以上してない。送料が高かったじゃん。そうそう、送料が高かった。
炭火焚くやけど中は乾燥しとったかな。乾燥中、乾燥まではいかんけど、まあそこまで濡れてないと思うね、多分。マジで、うん、これジャブジャブしてきた、うん、分かった、これに入れてジャブジャブよいしょ、すごいね、よいしょ、うわ、柔らかすぎんかったらいいよね、気持ちいいぐらい剥けるね、うん、うん、これね、瓦材めっちゃ柔らかすぎる時あるけど、うん、なんかショップの人は袋の上から針刺したらいいとか言って知らない店の人いやいや、知らん店で針刺しちゃってやばいよね、うわ、めっちゃ芯残ってるこれ、ほんとや、まあ材が良ければいいじゃん、芯はあんま関係ないもんね、あ、そう、うん、芯はあってもしっかり口溶けば周りがいい、いいけど、ガッチガチに芯があるね、これ1本は、あの、やったっけ、黄金、いやいや、安泰、安定、安定だね、あれグランディスですか、あ、だから、どれでいこうかな、オーリンは、うん、これはその、そうそう、それ下、下にバーッと引いて固めて、マット、これぐらいかな、はい、俺ちゃんは、うん、分かってるわ、今見えたわけあ、ごめんケース見えたわけ、これと、これ覚えとってね、こっちが肉薄畑かな、うん、こっちが瓦、よいしょ、マジック変えとこうか、マジックあるわ、くぬぎは7、わさ、入ってしまうかしら、寝かすとよ、うん、もちろん寝かすけど、入ってしまうか、うん、何あれも入れんと、くぬぎ、うん、そうね、湿気、湿気保つためにくぬぎ入れるからだな、あ、それ湿気要因やと、うん、湿気要因、こいつに産むとは思ってないじゃん、サラサラ、うん、思ってないそうだやつ、うん、ガッチガチに加水しとるやろ、これね、もうガッチガチよ、もう昨日からジュクジュクやろ、うん、そうよ、また何個取れたら御の字、20、うん、結構多いね、20難しいよ、あ、そう、だって俺2個しか取れない2個取れて、メスが1頭孵化しただけ、うん、ウカマで行ったのはメス1頭だけ、あ、そう、当時高かったっけどね、メス1頭でも元取れたよマジであ、もっとそういうことにしとる、うん、うっせぇ、落ちる落ちる、落ちたらダメ、あ、そう、うん、結構固まっとっちゃうね、固めたじゃん、うん、固めておるわってドキッとするやん、うん、こんなバコしたらよかですか、並べてとりあえず、はい、これは、はい、肉薄畑、うまい、瓦、瓦、はい、瓦、これ瓦えらい乾燥しとんね、あんで外ぺちゃぺちゃやったねそうね、激乾燥しとんね、はい、これ奈良、保湿くぬぎね、はい、よし、おピシャッと入ったやん、そう、予定通り、まさか予定しとったと、うん、さすがやな、
ブロッコリー、うん、ブロッコリー白白キーキーキー何かわからない。何白白キーキーキーニッパーあったっけ。ニッパーはあるですよ。ニッパーちょうだい。え、俺の部屋に持っていった。縛りのやり方も一応見せとくよ。こういうふうに縛り、結束バンドで3箇所縛って、この余裕を持たせて締めて、ギッチギチに締めると顎麻痺とかしますんで、緩めにちょっと締めて、でメスがここに入らなければセーフです。まさにニッパーあったよ。うん、はい、どうだ、余分なところ、あら落ちた緩めでね、よいしょ、いいよ、そこに、ね、あ、ごめんそう、引っかかりも、コンビニと一緒やね、落ちるね、これ。あ、そう、はい、こういうふうにね、メスがここの間に入らんければセーフやけん、ちょっと緩めに作って、うん、で、飛び出たとこ切って、うん、餌、これやったらあんまりオスに負担かからんけんね。あ、これでいいよ、OK、これでメスは安全にペアリングできる。 OK、 メス入れた、まだ俺よく怒る、うん、メス入れた、ちょい入れた、ごめん、これまだペアリングしてないよね、うん、そうしばらく、ね、しばらく一緒に同居させよう、2週間ぐらい一緒に入れよう。温度管理は何度、うん、ここの部屋、ここの20度温度でいいと、うん、よし、これでじゃあボウリン二股の産卵セットは以上、うん、以上。どれに産むかな、産んでくれるとしたらどれに産むかな。いったらこう普通にこれと思う、高いの肉薄畑か、河原か、うん、まあこの二強やね、わからん、なんとも言えんな、奈良も暑いじゃないわからんね、保湿要因がまだわからんけどね、あの紙貼って、はい、かまったそれではご視聴どうもありがとうございました。え、今回はこれでいいじゃん、うん、これぶっ刺し、うん、修繕哲、修繕哲地誰、これテレビ見よっちゃだけ、なんかわけわかんのつ言っちゃ、さっきこれダメや、ほげんやつ、もう一回ハートの電気使ってるんですか。まあ、とりあえず見て。なんでハートの電気を。目をずらしたら来るので、お前は、うん、何の話。何にハートの電気使ってるの。これオスはもう入れ？オス？別もう入れんやろ。どれぐらい入ってる？一日とちょっと。あ、そう、一日？うん。シールだったら、ね、そちらでも100均で買ったら試してみてください。もう押す削るけど、あー、材をね、ここにおったやつ、前、うん、あー、バリバリ削っとったやつやな、ね、あ、でもメスの上にくっついとるよ、入れたない、入れとく、オスも入れとく、いらんやろ、ですけど、ですね、普通に売ってるかなと思ったんですけど、ちょっと頼むよ、グランディスカ、ね、そうね、見たいわ、これ多くはあんま取れたイメージがないかもしれない。前もなんか昔よ、何年も前しよったろ、グランディスやったろ、グランディスクルビデンス SSP 置くわ、うん、あれしよって、
もう覚えてないわ。嘘。これもそんな。マット入れて活用しようか。今度は平たいけ。はい、了解。混ざったやつね。ちゃんと開けとくよ。うん。開けとく。もうオスも一緒に出てくちゃろ。その用のあれやろ。はいはい。オスも一緒に出てくちゃろ。うんうん。やっぱでも51もでかく見えるよね。51。変えとってよ。うん、51ってやろ。KUA ライン。KUA ライン。もうあっちはいらない。KUA ラインだけ。うん、わかった。髪がね、噛んどったはずやけどね。嘘。これかましてきた。こっちには噛んどるけど。お前噛んどったじゃない。そう、とりあえずまあこいつを使おうか。そしてメスが45ミリ。ここに入っとる。殻？うん。わからん。殻かどうか。ちょっと見な。何これ？え？何これ？え？誰？食べるの。歯開いたね天然の。天然チビチビや。チビ軍団やペアリング中よ。こっちを取って舐めたらあかんやこれどうするよ。まあペアリング組むやろうけど分かって、うん、はい、入れていい。まあ押す、はい、あんま履かな。45ミリやろ。OK、うん、終了。終わり。うん。しゃあ。何ちょっと。マット作るよ。ね。木削って？貧乏やけどね。貧乏やけどこれでマット作る。誰で成虫廃材で成虫管理をマット作る。